殻を開けて貝の中身を取り出している女性を表した江戸時代の浮世絵版画。1844年頃に刊行された歌川国芳の江戸自慢名物比べ深川のむき身。画面の左上の狛絵には深川の富岡八幡の鳥居が描かれています。海を感じさせる青く染まった背景の前で紙に櫛だけを刺してうねるほつれ毛を垂らす肩越しに振り返る女性は白黒暗い青灰色がかった紫の抑えた色調の衣装をつけ、左手には貝、右手に包丁を持ってバカ貝の殻を開いています。貝の中身は背後に見える網の上のあたりに干されていて、明るい橙色を呈しながら左下から右上に至る対角線の上の端に位置し、画面内でその存在感を際立たせています。